どうも、エレラレトです。はい、福田です。こんにちは。よろしくお願いします。はい、はい、まあね、今回もこの新宿ロフトプラスワンさんからお送りしております。ワンさんから、ワンさんから、はい、はい、さあ、今回のテーマは何でしょう。はい、今回の今週のテーマはですね、はい、まあ、やっぱりジャンプを、はい、こうジャンプ作品なんですけども、なるほど、ジャンプを読む上でっていうか、うん、まあ、読んできた上でね、はい、避けては通れないお作品、はい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 、はい、まあ、この漫画があって、うん、まあ、全てのなんかその後のジャンプ漫画ができたみたいな漫画をやった方がいいんじゃないかというふうに、そんなジャンプの礎みたいな、そうです、漫画なんですね。それをそう、あの、言われて、やっぱり最初はそういうのをやった方がいいんじゃないかみたいな、はいはいはい、もちろんね、はい、まあでも、俺はそんなの絶対やりたくねえって言ったんですけど、あら、はい、それは、まあでもしょうがねえな、おめえが言うんだったら今回その作品にスッと言ったんですよ。なるほど、はい、まあジャンプの礎と言っても過言ではないですね。そういうことね、はい、なので今回はですね、はい、はい、こちらです。はい、ゴッドサイダーです。いや、ゴッドサイダーかい。いや、ゴッドサイダーかいって言うのもあれですけども、はい、いや、ゴッドサイダーです。いやいや、変な言い方したじゃん。なんか促すような、なんか促したっちを思わせるような。え、いや、オラとか言う。あ、僕たまにオラって言っちゃうんで。あ、お前普通に言ってるってことだ。はい、自分の一人称が。そうなんですよ、だから、あ、なんか勘違いさせたかったらごめんなさい。ゴッドサイダーです。いや、みんな違うの想像したと思いますけどね、多分今の感じだと。そうですか、はい、いや、まあ、ゴッドサイダーね、まあ、これがあって今のジャンプ漫画全部これよ。そうなんですか。これを元にしてるよ、全部。例えば何、今コチカメとかもこれを元に。絶対違うだろ。コチカメの方が前にやってたでしょ。なんだろう。はい、だからゴッドサイダーね、まあ、知らない方いると思うんでね。いや、そうですよ。紹介しますけど、はい、まあ、ざっくり言うと、うん、まあ、ざっくり言えないな。なんかね、まあ、憎んでますからね。作者は、はい、牧浩二先生。牧浩二先生。あの牧浩二先生が書いていただきまして、はい、うん、はい、まあ、代表作はね、皆さんもご存知の通りね、はい、メタル系とかザ・グリーンアイズっていうのがあるんですけども、うん、はい、まあ、正直あんまり僕は馴染みなかったですけどね。あ、それ漫画とかあんま読まないタイプ。いや、まあ人並みには読んでましたけど。あ、そうですか。まあちょっと世代もやっぱ前だし。まあまあまあ確かにね。これ何、ゴッドサイダーいつ、ね、多分、はい、かなり昔ですよね。僕は小学校 1,2 年ぐらいの時なんで、まあ、そんな昔、もう30年ぐらい前だと思いますね。なるほど、はい、1987年からかな。87年、じゃあ、うん、まあ、我々が小学校本当に 2,3 年生ぐらいですね。そうですね、はい、で連載始まりまして、はい、でやっぱりね、僕小学校の時にね、ジャンプ見てて、うん、こんな衝撃受けた漫画見たことない。あ、そう、はい、小学校の頃からジャンプ読んでたの。毎週読んでました。毎週っていうか、うん、その近所のね、あの、はい、お兄ちゃんみたいなやつがいて、うん、そいつの家に行くとジャンプその人が買ってたんで、それを毎回見れるっていうので、ね、見てました。まあ、まあ、ジャンプの入り口ってそんな感じかもしれません、はい、確かにね。それでゴッドサイダーはもう本当に楽しみにしてて、うん、はい、めちゃくちゃ見てたんですけども、うん、そう、知らなかったな、ゴッドサイダー。まあね、確かに、うん、まあ、当時そのセイントセイヤだとか、はい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 、キャプテン翼だとか、うん、ね、まあ、その、まあ、キン肉マンだとかね、はい、そういうのが、まあ、メインに張ってる中、やっぱりしっかりね、うん、あのゴッドサイダーこうジャンプを支えてて。あ、そう、うん、陰ながら支えてた作品ですよ、うん、はい、まあ、何がすごいって、世界観がね、はい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 、はい、まあ、ゴッドサイダーって何ぞやって言ったらね、うん、まあ、説明すると、はい、まあ、このままですよね、神のなんか使いみたいな、なんていうか神の側の、そうなんです、神側の人、ゴッドサイダー、うん、ゴッドサイダー、はい、が、うん、まあ、まあ、本当に分かりやすいんですけども、はい、悪魔側のデビルサイダーと戦うって話です。シンプルですね。シンプル。神対悪魔っていうね。神対悪魔の、そうです、はい、だから、まあ、なんかね、まあ、いろんな要素を引き継いでるとは思うんだけど、うん、ちょっとデビルマン的要素もあるよね。あ、ね、なんかね、絵柄もそんな感じだしね。そうそう、主人公の帰国礼儀さんっていう人が、うん、ここがそのゴッドサイダーでもあり、はい、デビルサイダーでもあるみたいなところがポイントですよね、うん、まあ、どっちのね、はい、間にいるってことですか。そう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 、うん、それもだからデビルマンもさ、なんて悪魔なのか人間なのかみたいな、うん、そうね、その間で揺れ動くやつが主人公みたいな感じなんですけども、うんうん、
まあ、全くデビル側ではないんですけどね、全部読み解いていくと。はい、なるほどね。でね、なんかこう、そうだね、その子供の頃はあんまり感じなかったけど、大人になってもう一回ちょっと読み直してみると、はい、なんかちょっと宗教的な話とかすごくね。いや、だから僕もだからこれを機に読みましたけど、うん、いやまあ宗教の話ですよね、元にしたっていうか、そうですね、神話とか宗教を、はい。宗教とか事件とか、うん、そういうのですよね、歴史的なことを結構題材にして、だからそれ牧先生そういうの好きなのかな、なるほど多分。うん、まあ、年代的にもね、こう世紀末みたいな感じの、ね、うん、ね、多かったですから、うん、そう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 、うん、でももう本当に斬新なね、うん、こう口で言うのは無理ぐらい斬新なやつなので確かにね、だいぶ入り組んでますし ね、 すね、話もいろんな要素も入ってるし、で全8巻ね、はい、全8巻なんで、うん、まあ本当に大阪までね出張がある方はもうゴッドサイダー全巻買っていただいて、はい、はい、それで大阪までね、読もうと思ったら名古屋あたりで読み終えられる。そんなわけないでしょ今の新幹線何で1時間半でつけるんですから、はい、だから8巻は読めませんよ、はい、それぐらいなんで。いや意外とやっぱ文字も多いからね、しっかり読まないと、ね、そうね、説明文がね、うん、多いんですよ、やっぱ難しい話だから、うん、で昔のジャンプの感じで、うん、なんか悪魔大戦みたいなのあったよね、なんだっけ、 ありましたね、うん、なんかそういうので文字でね、うん、説明本当にね、ちょこちょこね、嘘説明みたいなのがあるんですよね。嘘説明って何ですか？なんかそのいや先駆け男塾の民命処方的なね、はい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 、そういうのもね、あるんでね、うん、でもこれやっぱり人気作だったのか、うん、まあ、一応この本編はね、まあ、1年弱ぐらいかな、8巻だから、はい、1年半とかぐらいで終わってるんですけど、うん、その続編とかも出てて、はいはい、あ、なるほど、そうですそうですそうです、まあ、ゴッドサイダーセカンド、セカンド、あと、はい、ゴッドサイダーサーガーみたいな、サーガーね、だからやっぱり、コアなファンが多いんだよね。なるほどなるほど、うん、でもそのいろいろね記事とか読ませていただいて、うん、そのあれらしいですよ、やっぱ牧先生と、うん、あの荒木先生、荒木博彦、あのジョジョの、ジョジョの、はい、の人たちが、うん、ちょうど同時期に連載始めてるんですよ、あ、そうなの、ゴッドサイダーとジョジョが、で、うん、そのジャンプの編集の人から、うん、そのいや、こういうなんかホラーものって呼ばれてましたけど、ホラーそうそうそう、ホラーものの漫画はジャンプに2ついらねえからって言って、うん、でどっちかが、うん、そのどっちか1つにするみたいなことを言われたみたいな書いてましたよね、だからその荒木先生とかと同じ路線で、うん、で牧先生が書いてました、荒木先生の、はい、あのジョジョを見て、うん、まあすごい自分は好きな漫画だけど、うん、多分すぐ終わるだろうなって思った牧先生がですか、牧先生が、なるほど、はいはいはい、言ってました、めちゃくちゃ続いてますもんね、はい、ジョジョは、はい、何部作もね、結論牧先生もそのインタビューで言ってましたよ、はい、だから荒木先生は途中で路線変更したと、うん、ああそうなのね、うん、ジャンプに例えばそのスタンドが出てきた時点で、はいはいはい、あのジャンプというものに、うん、方に寄せてったと、ああなるほど、ね、ジャンプ漫画に、はいはいはい、だけど僕は寄せていかなかったと、あ、なるほど、そういう違いがあるっていうのは言ってましたね、うん、はい、まあね、まあその大人になってみたら非常にその独創性が豊かなんで、いやそうね、うん、これ子供が読んで分かったのかね、この話は分かんないんだけど、うん、ただ迫力あんのよ、その迫力はすごいですよ、ほんと子供がさペラ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 読んでるわけじゃん、ジャンプなんて、うん、したらいきなりゴッドサイダー見ちゃったらさ衝撃受けちゃってまあ、ね、なんだこれと思って3回ぐらい読み直しましたよ、この、うん、だからでやっぱちょっとエロいシーンというか、いやエロいのも多いですもんね、そうなんだよね、俺ね昔ねちょっとエロいかなと思ってたんだけど、うん、今見たら全然エロくないんだよね、いやエロいでしょあれは、いや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 2人エッチとかの方がエロいでしょ、それはそうだそれいやそれ目的が違うから別にゴッドサイダーエロを大きに置いてないけどでもところどころエロいシーンありますよねっていう感じで、あ、そうなんですか、2人エッチはそれはエロいです、2人エッチって言っちゃってんだ何と比べてんのよそれ、うん、まあまあまあでもそのね確かに小学生にとったらちょいエロスもまあでもそビデオガールとかもねあったからね、じゃあその後 ね、 そうか、ね、だからそっちでなんか忘れてるけどでも、うん、ここまで描いていいんだっていう感じですよね、そうね、うんうん、ジャンプではね、だから今だったらちょっとダメだよって言われちゃいそうなね、そうね、普通にやっぱおっぱいとか出てきちゃうし、だから、うん、今ダメなん、確か今はジャンプ乳首 NG なんですよね、あ、そうなの、乳首 NG、 そうそうそう、乳首 NG、うん、だからなんかの漫画で、うん、その表紙のところ、表紙じゃねえや、間の、うん、
なんかオープニングみたいなところで、うん、普通に裸なんだけど煙、うん、煙でちょっと見えないみたいな扉絵で、はい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 、それがこういう風にこう閉じると、うん、透けてて1ページ目のところにの人の顔が乳首みたいになってるっていうのがあって、いやそれ話題になったんですよ。あ、そう、ちょ最近ですよ本当に。たまたまってこと？それは、いや、それは作者がそれを狙って透けたら乳首みたいに見えるようになってるっていう。なるほど、うん、で、まあ、それぐらい今は結構厳しいんですけど、うん、まあね、やっぱりねバンバン出てきますよ、うん、もう乳首が、もうね、はい、まあ、もろ出しですもんね、もろ出し、何も隠してないというか、出るだけじゃなくて伸びますから、まあ、伸びるのは逆にね、まあもういやらしくもないしな、はい、その化け物感はあってね、はい、あれですけど確か伸びてましたね、はい、なんでだから、うんうん、まあ古き良き、うん、その日本のまだ日本がね、日本っていうものがそういう時代もタバコも外で吸えたし、まあね、ぐらいのね、うん、ノリのこんなの当たり前っていうね、はいはいはい、やっぱり高度成長期の後半ぐらい作品だなっていう感じですね、うん、なんかもっと見たいですけどね、もっと見たいなって感じるところで終わってるんですけど、あ、続きが、はい、まあ、確かに急展開でしたもんね、うん、最後の方とかね、そうですね、うん、なんか次回作にご期待くださいってことですよ。今も？もう30年以上経ってますけど、はい、そうなんです、はい、あ、その続きとか読んでないの？その僕はね、ちょっとだけ読んだんですけど、はい、うん、なんか忙しかったんでね、その時は。いや、別にそんな言い訳とかいらないですよ、はい、読んでないなら読んでないでいいんですよ、はい、別にそんなの。そうですね、はい、ちょっと読んで、いやでもその始まったっていうのはやっぱ衝撃的でして、はい、あのゴッドサイダーの続きがっていう、はい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 、ちょっとね、まあ、忙しかった、うん、なんなん別にかっこよくないですよ、その忙しいっていうのは。今ちょっと見てみたいですけどね、まあ確かにね、ゴッドサイダーセカンド、うん、続きがあるんだったら、はい、うん、なのでね、ちょっとこのゴッドサイダーに関して、はい、いろいろね、うん、見ていこうかなと。なるほど、はい、じゃあこれからゴッドサイダーについていろいろ喋っていきたいと思います。はい、はい、というわけでね、今回はここまでですね、はい、気になった方はぜひ皆さん、漫画の方を読んでみてください、お願いします。さあそれでは今日の一ネタに行きましょう、どうぞ。どうも、はじめまして。私こういうマッチングアプリとか初めてで、ちょっと緊張してて。あ、僕も初めてなんです。そうなんですよ。あ、そうなんですよ。なんかこう質問とかした方がいいです。あ、そうですね。そうですよ、はい、じゃあ私からやっていいですか。あ、どうぞどうぞ。じゃあ、あのこのコロナの自粛中とか なんか何なさってましたか。僕はあのプログラミングの勉強してました。え、すごい意識高い。いやいや、そんなことないですよ。意識高い系なんだけど。ありがとうございます。え、何されてたんですか。いや、私はもうずっと家にいました。あ、そうなんですか。おかげでジグゾーパズルが得意になりましたけど。いや、お前ラスベル伯爵だろう。どうも、ありがとうございました。